こんにちは。ほのぼの一筆が中尾月香と申します。本日もご視聴ありがとうございます。ちょっと気が早いですが、新年、ご挨拶として、えー、令和2年のネズミちゃんの年お年始の、うん、こういった表書きを書かせていただきました。えー、私、こういうふうな年書くのが好きで、えー、よく <laughs> 書いて貯めてはいるんですが、まあ、時々こういうはごいたに、まあ、12紙 の関連とかこういう季節ものを書いて、えー、こののし紙の後ろにちょっと挟むと先様にもとても喜んでいただいているようですはいでは今日は、えー、和紙の少し厚めの厚手のものに、えー、水線を描こうと思いますはいこちら黄色とかグリーンとか赤とか茶色とかを適当に混ぜながらさせていただきます使う絵の具は本日も桜のマット水彩 チューブから出した状況ですはい、接線はまず花芯の黄色から描きますはい、花びらは6枚なんですが花芯からいきますねはい、3つ3つ3つでいきますねはい、正面向き横向き横向きといった組み合わせですそしたらこちら、えー、の方では正面向きを下にして 横向きをはい上にしてとこちらとは逆のバージョンでいたしましたはいその後、えー、よくほのぶの一筆が私どもではこういった筆ペンのアイテムを使いますので、えー、もう皆さんもお持ちの方も多いかもしれませんけれども1枚2枚 ちょっと心持ち、大きめにしております。三枚、四枚、五枚、六枚。はい、そして、横向きはその半分として、イメージとしたは三枚にいたしましょうか。一、はい、枚、二、はい、枚、三枚濃くしたので、わかりやすいと思います。でやや水線の花びらって、ご存知のように。 肉厚なのでラインを入れるとその感じが出たりしますね。はい、1枚2枚。はい、はい、6枚横向きで3枚、はい。横向きで3枚。そしたら花芯のところぷくっとこう。前に出てる雰囲気を出すために。 少しね、こここういう風に匂いのところを入れてやるとはいその中心が前に飛び出たようなっていう雰囲気になるかと思います少し濃いめに描かせていただきました、えー、薄くしたい方は少しお筆の筆圧を弱くされるといいと思いますそしたら黄色茶色緑といったような具合で 今度は、えー、枝をね描いていきますはい、では、ま、横向きでパッと目立ったところでいきますねはい、シューッとこう伸ばしたらはい、いつぐらい束ねた感じでいきましょう、ま、実際にはねあの束ねられてますよね水線はね。 このように入れました。そしたらこの額のところには、これも皆さんもよくご覧になるかと思うんですが、ちょっとこう茶色っぽいこのめくれたような跡がついてたりしてますよね。はい、それを気持ちだけちょっと入れておきます。はい、続いて葉っぱに行きますね。この時は。 葉っぱは色足しをしないでいいように、えー、やや赤めのグリーンでしっかりめに絵の具をお取りくださいねはい下から上にシューッとこういってもよちょっと戻る感じではいそういう鋭い葉っぱじゃなくってちょっと戻る感じで入れてくださいねはい逆さにします 長い葉っぱですのでこういうふうに逆さにすると割と楽ですそして何度も言いますがこの先っぽがねちょっと丸いっていうのが特徴になりますのでねストーンとこう離してしまわないように気をつけてください。はい、水仙の葉っぱっっぱててね、よくご覧になると、とちょっとこう丸みを帯びてたり してますよね、まあ、その、えー、特徴をつかんでお書きくださいね。えー、中国の古典では水仙は千人に見立てて、えーああのー、私もそんなに詳しくはないんですけれども「えー、天と地と水」っていったところに千人が。 いらっっしゃって、えー、天あるを天の千人地あるを地の千人水にあるを、えー、水仙っていうだから「千人」っていう字が当てられてたりしますよね水仙ってね。で皆さんはもしかしたらギリシャ神話の方をよくご存知かもしれませんがギリシャ神話はナルキッソスっていうね美しい美少年が。 あまりにもその自分の姿が美しくて、えー、ネメシスっていう、えー、確か女神に、うん、罰を与えられてずっと水面を見続けるというでもそれ見続けてももう飽きないんでしょうね見て見てもう食事も喉に通らないぐらい見続けて、えー、命が枯れていくという、まあ、ある意味ナルキッソス。 っていうナルシストっていうイメージですが、はい、まあ、私は中国の古典から取られて神秘的で気高いっていう花言葉が似合うと思います。はい、まあ、こんな感じでのし喋りながらのしとか、えー、水引きを入れて雰囲気が出たと思います。はい、まあ、こういう感じでネズミちゃんを入れるとよりお年始の雰囲気が出るかと思いますが。 はい、まあ実際こういう風うに私はいくつかセット作ってえー、今年はラ蘭語土砂をいくつか買い込んでえー、年末の間に用意してえー、時々ご挨拶に伺ったりいたします。はいえー、この後一旦動画え置、ー、きましたらえー、副受賞と何点なんかも書きたいと思います。本日も楽しく書かせていただきました。ご視聴ありがとうございます。